皆さんこんにちは。今回は塩バターロールを作ります。まずはいつも通りの生地練りです。生地の硬さは普通くらい。練り時間は6分ほど練りました。生地が練り上がったら1次発酵です。30度で60分発酵させてください。1次発酵中に有塩バターを丸く伸ばしてから7分割に切り分けておきます。切り分けたら生地に戻ります。1次発酵が終わったらガス抜きをして7分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。20分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。丸く伸ばしてから雫状に成形してください。雫状にしたら今度は細長く生地を伸ばします。細長く伸ばしたら綿棒で平べったく成形してください。ここまでできたら有塩バターを乗せて生地を巻いていきます。このあたりは普通のバターロールと変わりません。生地を巻いて成形し終わったら天板に乗せて2次発酵です。30度で25分発酵させてください。2次発酵が終わったら生地の表面にサラダ油と濃度 1% の塩水を霧吹きで吹きかけて焼成です。190度で15分焼いたら完成です。